秋山義五郎から1948年5月4日は日本電動隊の巡回電動車ホーリネスリバイバルの始まりに立ち会った中心人物、旧姓栗原。1865年、武蔵国の幹物ストンや栗原文次郎の次男として生まれた。1883年、アメリカのシアトルに渡り牧畜業を学んだ。帰国後新宿に店を持つ。 秋山家に養子に入る。1889年にサイト米して学んでいる。時に、腸チフスにかかって重体になり、死の恐怖の中で入信する。シアトルで西海岸のリバイバルを体験する。その後、シアトル青年ホームを設立して活動している時に、笹尾哲三郎に出会う。帰国後、アメリカでクリスチャンになった笹尾哲三郎、河辺定吉らと、 小さき軍を結成する。後に、笹尾と共に、バークレイバックストーンのもで収容した。その時、堀内文一と共に、三人木好水水の屋伝道をして、佐藤国之助の一家を改心に導いた。その後、鉄道ミッションで活動をしていた。1904年10月、聖書学院が柏木に移転して、柏木聖書学院ができた時に、鉄道ミッションから移籍して、 聖書学院教師に就任する。1904年12月26日から1905年1月5日まで柏木聖書学院で開かれた性別大会の最中の12月31日に三谷種吉、伊中小市、清水俊三達治春吉らと共に暗示を受けて教職に就任した。1908年7月に米子の福音伝道館の伝道者に 小出智春と共に任命される。1904年年末年始に、柏木聖書学院の性別会が行われたとき、12月31日に、三谷種吉、清水俊三、津を、達治春吉らと一緒に、安守礼を受けて教職になった。1909年に新役員制度を作ったときに、ホーリネス教会の巡回伝道者になる。1913年に、笹尾が、 ホーリネス協会を辞して、巡回電動車になった時には、笹尾を助けるため独立電動車になった。関西、九州を巡回電動していた笹尾に同伴した。笹尾が、鹿児島で、六幕園で倒れると、笹尾を東京まで連れ帰った。1914年12月30日の笹尾の死後は、日本電動隊の巡回電動車になった。 日本でもリバイバルが起きることに情熱を傾けていた。1919年、告げ淵人、小原十三氏と共に、ヨドバシ教会で正会を開いて、リバイバルのために徹夜で祈り、その後、長野県飯田市で3日間ありったけの罪を、悔い改めた。それが、きっかけとして、ホーリネスリバイバルが起こった。その後のリバイバルの集会などで説教などをして、中心的な役割を果たした。 1948年5月4日、巡回伝道先の静岡県御殿場で隠しする。池上義正、ホーリネスリバイバルとは何だったのか40ページ、山口幸子、ホーリネスの流れ104ページ、松浦剛、堀内文一の進学、福音主義進学1998年、中田茂春殿136ページ、中田茂春殿138ページ、 中田茂春伝175ページ、米田豊、中田茂春伝138ページ、米田勇、中田茂春伝297ページ。ありがとうございます。